ケビン、聞きたいことがあるの。しかもあなただけが比較的正しい返答をくれると思う。崩壊の意志というものはあなたたちの時代にもすでに存在してたの？崩壊の意志？その名前を知らないの？まあ、もしかしたら過去には別の名前があったのかもしれないけど、それは崩壊という概念を具現化させた表現よ。すべての律者を統率する唯一の存在、崩壊の神だと理解していいと思うわ。確かに崩壊を神だと考え、律者をその使徒だと考える者たちもいた。だがそれは所詮比喩に過ぎない。それらに対抗するには標的、つまり誰もが想像理解できる敵が必要だった。そうすれば戦士たちは一致団結できると彼らは考えたんだ。その標的が神なのか、それとも何かの意識なのか。ただ人々が信じることができるのであれば何だって構わなかったんだろう。わかってるわ。私が聞きたいのは、それが単なる比喩じゃないかもしれないってことよ。最初にそれを言い出した人は、その目で崩壊の意思を確かめた。だからそういう比喩で他人に語った。この可能性も存在するはずよね。合理的な推論だが、残念ながら、それは成立しない。どうして？この比喩を最初に言い出したのは、他でもない。火を追う蛾だったからだ。そしてそれを否定したのも火を追う蛾だ。やっぱり私が考えたように、このケビンの認識の中にはそれが存在しないのね。あら、メイさん、お久しぶりね。エデン、また酔っ払ってるのね。メイさん、おめでとう。願いが叶ったのね。え？まさか、私の予想が外れたの？あなたの声に珍しく喜びの色が増えていて、まるで旧友との再会のような感じだったから。もし私が何か勘違いしていたら、メイさん、お詫びにこの一杯を飲み干すわ。ああ、ワタリガラスさんからいただいたこのお酒は本当に拒みようがないもの。渡りガラス？そういえば、エデンはずっとホールにいたのよね。渡りガラスを見なかったかしら？ええ、もちろん見たわ。彼女は、楽園の奥に向かったようね。確か、エリもあそこに。渡りガラスと、エリシアが？安心して、メイさん。
エリがいる限り、渡りガラスさんは無事よ。では、この一杯は、エリ、そして渡りガラスさんに。エデン、これ以上飲まない方がいいわ。もう酔っ払ってるもの。メイさん、知ってる？あの失われた時代で、私はこの世にあったすべての美酒を飲んだことがあるの。目の前にあるこれは、確かにいいお酒だけど、あれらの美酒と比べたら、やはり少し華やかさに欠けてる。でも、こういったお酒を、私はどうしても手放したくないのよ。もっと飲んで、もっと求めてって、私を誘惑し続けてるの。そういう新しい世界にのみ存在する味がね。渡りガラスとエリシアが一緒にいる？嫌な予感がするわ。